上りも立ってない、ただこれだけ。やっぱ味に自信があればこれができるんですよ。うまっ。成長ハッピー、楽しい、新店立ち上げ安心です、応募待ってます。おはようございます。どうぞこんちゃ。ということで今日はカズ、はい、五反田にやってまいりました。なんか懐かしいですね。懐かしいね、五反田ね、学生の頃よくね。先輩は中高。中高。ああ、よくねこの辺で遊んでたけどね。そうですね。そう。でね、最近五反田のラーメン事情が熱いと。なかなか激戦区ですよね。結構実は五反田って激戦区になってて、はい、今日ここ撮影するのにちょっとプラプラしたの。はい、早く着いちゃって。はい、したらね、結構並んでるラーメン屋さん多いのよ。多いですよね。で、俺らも知らないようなラーメン屋さんで並んでるところが多くて、はい、ちょっとびっくりした。はい。で今日はいわゆる綺麗系っていうんですかね、はい、デデンサインさん、サインさん、はい、こちらのサインさんが今熱いということで、五反田では特に、まあ、食べてから、はい、まあ、店主の方にもいろいろお話を伺いつつ、はい、今日はやっていこうじゃないかと、はい、新しめのラーメン屋さんで、しかも綺麗系ってなかなか初めてですよね。そうで、五反田っていう街にこういうラーメンも合うんだっていうのがちょっと俺はびっくりの。なんか五反田って綺麗系じゃないじゃん、ラーメンの。鬼ヤンマさんみたいな、ああいうブランディングの方が刺さるのかなと思いつつも、しかも週2回、うん、そうなんだ、なかなかっすよね。1回じゃないの、ここなのよ、ほら見てみんな、ここ、これなんかラーメン屋の顔面じゃないですもんね、うんうん、すごいすごい。あ、全然大丈夫ですよ、全然大丈夫。よかったらどうぞ、僕たち後でも何でも大丈夫ですよ、はい、全然気にしないでください、はい、全然大丈夫です。すいません。っていうね、はい、こういう中2階でなかなかね、ラーメン屋さんやるときに階段登らせるとか、なかなかの勇気ですよね、階段下ろさせるっていうのは結構な勇気なのよ。ですよね。それをこの五反田っていう街で綺麗系で、この階段を 1,2,3,4,5,6,7 天国へと続くこの階段、天国のドアもなかなかですからね。どうぞ。多分なんか並ばれてると思います。はい、先輩、うん、天国のドアもなかなかっすよ。扉を変えないところがまた素晴らしいね。ブランディングなのか、はい、それは分からないけど、でもこれだけ流行ってることも事実だ し、でさっきからね、俺がすごいなと思うのは、お客様の年齢層、これ若い方だけじゃなくて、若い方からお年寄りまでありとあらゆるこの年齢層の幅の広さね。なるほど。数のところなんてだってもう年齢層決まってるでしょ、うちもある意味決まってんのよ、はい、でもここはもう男女問わず年齢層も幅広い、うん、これねすごいなと思うですね。だから意外とこの俺綺麗系のラーメンが最近流行って並んでるところ多いでしょ、はい、これって取れる層のこの幅の広さ、実はでマーケットが広い、ある意味そこがこういう綺麗系のラーメンの成功の秘訣なのかなって、当たるべくして当たってんのかなっていう感じはするから、俺もやってみたいな。そっちか。俺もやってみたいなっていう、はい、いやでもこれ楽しみだね、まさにほら見て、この、はい、もううまいもん食わしてくれそうな雰囲気するじゃん、まあ、そうです。味に自信があるから、この階段でもこの扉でも俺は関係ねえんだっていう。だって看板これだけよ、まあ、営業中です ね、写真もない、上りも立ってない、ね、何にもない、何にもない、ただこれだけ。あそこにちょぼですもんね。そう、やっぱ味に自信があればこれができるんですよ。これすげえ。だからこれは正直言って、俺こういう店はもう店の前来た時からワクワクドキドキがもう止まらないっていうね。なるほど。そう。だから今日は結構楽しみにしてる俺。ということでじゃあ、はい、行ってみましょう。はい。はい、おすすめは醤油ですよね。これ見る限り。はい、じゃあせっかくなんで、はい、数もいい？はい。同じで。はい、大丈夫。あ、どうぞどうぞ。はい。じゃあ特選醤油いきます。見て、でもやっぱりさ、こういう時代なんだよ、時代的には。醤油ラーメン930円、やっぱもう一番下が930円スタート。これ普通だからね、今ね。味玉150円、味玉150円、普通普通、全然こういう時代ですよ。はい、we'll be right back.
ただきます。いただきます。すごい。お前それなんかすごいコメント来てたよ。カッコつけんなとか。カッコつけてねえわ。美味しい。なるほど。めちゃめちゃ鶏の深みを感じるわ。立体的ですね。うん。もう味に奥行きがあるわ。これはね相当鶏使ってますよこれ。うん、うん、めちゃめちゃうまい。チャーシューこれ鶏じゃない？これ鶏でしょ。ですよね。うん。鶏チャーシュー。わあ、この麺もいいね、うん。ちょっとパツパツ系の。麺合ってますよね。ね。あの結構さ、はい、あのこういう綺麗系のラーメンでこんなにパツッとした麺使うところ珍しいよ。最近ラーメン食べた当たり多いね。昨日の夜もねプライベートで行って2人で行って大当たり。実は昨日カズとあのカイザンさんの味噌ラーメンを食べに行った。カイザンさんの味噌ラーメンめちゃめちゃうまかったな。めちゃめちゃうまかった。うまかった。いやこれうまいな。素晴らしい。ちょっとワンタンいってみようかな。うん、ワンタンね、これですよ。ワンタンいきますよ。うわっ、なんだこれ。なんかワンタンの中に香りが、なんていうの、和風の香り、大葉香りがついてる。どう？香りありますね。香りあるよね。美味しい。和風の香りがついてる。さあそしてこれが豚のチャーシューももですかね。はい。あー、これ低温調理。いや、ちゃんと低温調理されてるから安心して食べられる。おわー、いいね。おいしい。卵いこうか。おー、羊羹だね。これね、卵ね、すごい難しいの。垂れてくる卵って俺はいいと思ってないの。そうですね。スープに混じって、こうスープを汚してしまうわけですよ。はい。この羊羹状の卵が一番ベストだと思ってる。なるほど、うん。これはベストな茹で加減です。これか、これよりも、うん、真ん中が羊羹になってる感じですかね。そうです。これはだから半熟と羊羹の絶妙なところ。これでも、うん、5秒のせめぎ合いですよねこれ。いや本当にこれはねなかなか難しい、うん、あってちょっとでも火入れすぎると入っちゃうし、これ余熱でもいっちゃいますしね、うん、逆に足りないと、うん、このここまでいかないですよね。そういうことです。このワンタン美味しいな。うん、うん、うん、これスープ冷やしたら相当プルプルゼリーになるぐらいこれ入ってますよ。で、あの卓上に調味料が一切ない、うん、そうなんですよ。ほんとね、すごいですね。これ胡椒で怪我されたくないとかそういう店主の思いがあるんだろうねきっと。うまっ。それは店主の方にお話しいや伺いたい、これは、はい、いろいろね、はい、伺いたいことが盛りだくさん、はい、本当に。じゃあこれからちょっと店主の方、はい、お話伺ってございます。じゃんじゃんじゃじゃんでしょ。あ、そうですね。いやー、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。ということで、はい、改めて、はい、麺屋サインさんの、はい、店主さんですね。はい、そうですね。ちょっと軽く自己紹介の方だけちょっとお願いできればと思うんですけど、はい、麺屋サインの店主の畠山です。あ、畠山さん、はい、ありがとうございます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに年齢はおいくつ？年齢43です。あ、カズと同級生。今年44ですか？今年43です。あ、になられたんですね。はい、ってことは昭和53年、54年、55年ってこと。そうそう。では早速、あのまず、はい、そもそもですね、はい、このラーメン屋さんを志すことになったきっかけっていうのは、はい、何が、はい、まあ、もともとラーメンも大好きだったんですよ。はい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 、大学時代から食べ歩いて、はい、あの大学が千葉で家が埼玉だったんですけど、あ、はいはい、まあ、埼玉、千葉、東京を食べ歩いてっていう感じではやってまして、はい、
ずっとラーメン屋を出すことを夢見てたとかではないんですけど、はい、まあ、飲食の世界では麻布、はい、でイタリアンレストランを何人かで経営したりとか、なるほど、はい、でそういう別の業態の経営をしてまして、はいはい、そんな中でラーメン屋さんたちと何か仲良くさせていただくことができて、はい、でそこですごい刺激を受けて、もともと食べるのが大好きだったので、はいはいはい、まあ、ちょっともうあんまり世界ではないと思うんですけど、ちょっと本気で挑戦してみたいということで。じゃあ元々は学校卒業されてからはイタリアンシェフだったんですか、はい、経歴が変わっておりまして、お経歴変わって最初社会出た時はシステムエンジニアなんですよ、はいはいはい、はい、もうただラーメン食べるの好き料理好きな、はい、多分システムエンジニアになって、はい、でそこから経営者っていう道には入ったんですけど、はい、セレクトショップとかオーガニック系のドラッグストアで売ってるようなものの、はい、まあ、ちょっと こだわったものばっかりみたいな、はい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 、そういうお店とかをやってまして、はい、そこから多角経営ってことで、はい、飲食業界ももともと食べるのも好きだったんで、はい、こうチャレンジをして、でその中でイタリアンレストランを経営してそれも機会をいただいてチャレンジをして、はい、そこからのラーメンですね。そこからの流れ。じゃあ今もイタリアンとかオーガニックのお店っていうのやられてるんですか。やってます。でも社長はこちらに付きっきりなんですか。まあ、ここもある程度今もう任せられてはいるので、毎日立ってるわけじゃないんですけど、まあそれぞれ、ある程度行かれたりして、はい、すごっやりてっすねちょっとさっきお料理されてる風景を見てて、はい、なんかレードルの使い方とか、あー、なるほど、はい、あとこのエプロンとか、あと味付けとか見てると、はい、なんかフレンチ系かなと思ったんだけど、イタリアンだったんです ね。失礼しました。いえいえ、なるほど、なるほど。じゃあ特にラーメン屋さんとしての修行っていうのはされてないってことですか。そうなりますね。そのラーメンの知識っていうのはその、はい、仲良くなられたラーメン屋さんからちょっといろいろアドバイスもらったりとかっていうのはあったんですか、はい、ちなみに何年前ですかね。オープンが2年半前なんですけど、はい、まあ、その1年前ぐらいにお会いして、そこからあ、じゃあもう味の準備に1年かけて、そうですね、で2年半前に満を持して、はい、コロナ真っ最中にオープンするっていう、それは何ですか。コロナって分かっててオープンしたんですか、それとも契約してからコロナになってオープンがそこになっちゃったって感じなんですか。あ、いや、もうコロナと分かっててのオープンでしたね。コロナと分かっててすごい度胸っすねそれまあでも本当勉強させていただいたこの友人の方々が、すごいちゃんと繁盛してたんで、あ、やっぱりこう、まあ、本物を作ればなるほど、いけるだろうと、来ていただけるだろうと。はい、どうでした、オープンしてから。おかげさまで結構良くてですね。それすごいっすね。あと、まあ、友人が多いのもあって、いろんな人が食べに来てくれたのもあって。宣伝とかどうされたんですか、それは。もうほとんど基本的には口コミですね。口コミで、はい、いやすごいね。コロナ真っ最中で何ともなかったってすごいね。でもここなんかこう回転するにあたってなんかご苦労なさった点とか、はい、まあ、いわゆる初めての業態じゃないですか、会社で言えば、ね、なんかこうラーメン屋さんってこうだったんだとかやってみて分かったこととか、はい、なんかご苦労されたポイントとか何かあったりします。1個あったのは、まあ、厨房の工事、はいはいはい、まあ、作るためにやると思うんですけど、はい、ここは居抜きなんですけど、はい、である程度こう床とか作り直したんですけど、ちょっとまあいろいろ不十分だったみたいで、はい、その下の階にちょっとこうご迷惑をおかけしちゃったりとか行っちゃいました、はい、もう一回やり直しみたいな感じになって、もう営業してたんですけど、はい、で2ヶ月間ぐらい営業止めて、もう一回作り直してで、ね、数百万かけてみたいな。いやー、やっぱラーメン屋さんあるあるだねそれ。切れた、そうそうそう、明日行っちゃったみたいな感じだよね。そうですね。いやでもあるあるっすね、そういうね。やっぱ水使う量違いますもんね。ねえ、その辺が、まあ何が原因かってはっきり分からないケースだったんですけど、まあ、うちももしかしたらということで、ひとまず、まあ、うちのできることとして全部作り直しましょうって。なるほど、なるほどそれは大変です。はい、で、あとちょっとあれだけ丼がこう種類があるんですけど、はいはい、あの丼っていうのはこうなんか使い分けてらっしゃるんですか、メニューによって。あ、そうですね、基本的には、まあ、並盛りの丼と大盛りの丼っていう感じなんですけども、はい、あと特製を月の限定でやってたりするので。あ、なるほど、袖用の丼なんですか。はい、そうですね、月限定で。じゃあ塩と醤油での丼が違ったりとかっていうところは一緒なんですね。醤油と塩は全く一緒で、油そばはちょっと丼が違って。あ、なるほどなるほど、はい、なるほど。従業員の方に人気は油そばなんですか。従業員の方は油そばかな。バラバラじゃないですか、ね、バラバラですか。結構人によって違うから。塩が好き。あ、塩、醤油派です。私醤油派。あ、やっぱみんなそれぞれ好きなものがあるんだね。
ね、でもいや醤油いただいたんですけど、はい、めちゃめちゃ美味しかったです。美味しかったですか、はい、やっぱ奥深いっていうか味が立体的っていうか、はい、よかったよね、すごいね、うん、いやでかといってキレがないかっつったらキレもあるし、はい、引きもあるし、はい、あと、うん、まあ、チャーシューもそうだしワンタンもそうだし、うん、その嬉しい、ちゃんとしてた、ちゃんとしてた、嬉しい、本当です。あれは何ですか、もし企業秘密だったら全然いいんですけど、はい、ワンタンの中に入ってる香味野菜、はい、あれシソです、あやっぱシソですよね、そうです、 あ、 あれがまたちょっと憎いですよ ね、 ですよね、なんかね、はい、ちょっとこう爽やかになってね、素晴らしいアイテムだと思いました。はい、でなんかこう素晴らしい味だったんで、なんかこう、はい、味のこだわりはここを僕こだわってるんだみたいな、はいはい、サインさんはとかっていうのは何かあったりします？今日は醤油ですね、醤油ですね。まず鶏のスープはまあかなりこだわってますね。ああ、やっぱり、あ、鶏ですよね、はい、鶏です、うん、はい、で地鶏メインで使ってますけど、はいはいはい、まあ、いくつかいろいろ部位が入ってます。なるほど、まあ、結構長時間あのじっくり炊いてますよね、すごい。スープのこだわりと、うん、あと醤油返しはかなりこだわってますね。そうですよね、今、8種類かな、醤油混ぜてるんですけど、うん、8種類、はい、醤油を、そうなんですよ、普通に濃い口とか、まあ、濃い口2種類なんですけど、はい、あとは、まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、たまり醤油とか、はい、最初とか、はい、まあ、そういう意味で言うと7種類、そっち濃い口を2種類使って8種類なんですけど、でそれぞれもう再仕込みとか、はい、あの日焼けとか言ってても、はい、いっぱいあるじゃないですか、はい、世の中に、もうひたすら買ってきて試して、買ってきて仕入れて試して、すごいですね、みんなあのすっきりしたとか上品なお味の方に、うん、あの消費の人探系の方行かれる方多いんですけど、はいはいはい、僕なんかこううめーってやりたいので、ほんとほんと、もう狙い通りの味になってましたよ、ボディもしっかりしてるんで、はい、あのうまいっていう感じでしたね、本当にさすがですよ、ずしっとずしっと来たよね、ずしっと来たね、来た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 、この辺がそうですよね、ちゃんと、そうそう、俺もちょっとさっきからね、うん、こういい感じになってるよね、この辺がいい感じに残ってるって、うん、油がよかったです、いいです。でちょっと気になったんですけど、はい、なんか日本酒ですか、はい、あれ焼酎かワインか分かんないんですけど、日本酒ですね、全部日本酒なんですか？そうです、あの6とか書いてある、あれはそうですね、アラマサさんのナンバー6っていう、あ、これ日本酒なんですね。そうです、これなんかシャンパンなのかなって思う。おしゃれですよね、こんな日本酒ある、こんなおしゃれな、すげえ、俺シャンパンかと思った最初、へえ、これなんでこんなに日本酒がいっぱいあるんですか、そもそも。ラーメンと日本酒のペアリングっていうのを売りにしてまして、あ、確かにボタンあった、あ、嘘、あった、ラーメンと日本酒のペアリング、そうなんですよ、あの僕自身があの日本酒大好きっていうのと、はい、で、まあ、イタリアン の、 あのレストランやってた経験もあるんで、はいはい、まあ、ペアリングっていうのが頭に発想にあったんで、なるほど、だからこの料理にこれ、このお酒で楽しんでくださいってことか、そう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 、だからただ日本酒置いて好きなの選んでくださいよりも、まあ、お店側から、まあ、作ってる人間がどれが特に合うと思ってるのかっていうのをちゃんとお伝えする方が、はあ、はい、すげえ、まあ、実際やっぱ合うものとちょっと合わないものってあるんで、はいはい、合うものを飲んでいただきたいのもありますし、まさに海外向けですよね。いや、すげえ、そうなんですよ、これ世界に持っていきたいんです。ちなみにそれどれくらい出ます、言える範囲で、てか1日のうち何割ぐらいそういうお客様います、それをやる、あ、まあ、普通にラーメン食べる方の方が圧倒的に多いんで、そんなに多くはないですけど、そうっすよね、はい、まあ、夜20名様ぐらい、なるほど、でもそれをこれから伸ばしていこうと、そうですね、わあ、すごい、はい、でも先駆者っていうのはそういうもんだからね、でもラーメンの結局価値が上がっていくってことですよね、そうですね、確かに確かに、はい、そうですね、トータルで楽しんでいただく、なるほど、すげえなー、はい、でこれ世界に持っていけると思ってるんですよ、確かに確かに確かに、世界の方がいいっすよ、確かに、いや、めちゃめちゃ勉強になるね、これね、うん、したら、はい、最後に、はい、ちょっと今後の社長の展望というか、はい、野望というか、はい、何かあれば聞かせていただきたいなと、ありますね、だってこれだけ大成功されてたら、ね、ちょっと伺いたいよね、いや、もう本当まだあの2年半で、なんで、あの精進するところなんですけど、いえいえ、はい、今まず考えているのは5年後までに、うん、国内で10店舗ですね、はい、ここから5年で国内10店舗で、はい、で基本はまあ普通のこういうラーメン屋なんですけど、はい、ちょっと全然違った業態とかも、まあ、イタリアン の、 そのレストランとかも経営しているので、はいはい、まあ、ちょっとそういうコースにラーメンが入ってくるとか、おー、はい、まあ、ラーメン居酒屋、やっぱりこういうのはよくあるんですけど、はいはい、いろんなのも、まあ、ちょっと考え次第では挑戦しようと思っているのと、そういうの含めて10件国内で、そう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 、なるほどなるほどなるほど、で国内でしっかり力つけて経験も積んで、うん、そこからあの2028年から海外挑戦です、ね、おお、はい、まずハワイからっていうのは決めてるんですけど、おで、その後今候補で考えてるのはロスとニューヨークと、はいはい、あとドバイ、あとシンガポール、はいはい、あとは
絶対最終的に来たのはイタリアですね。はい、イタリア行ったこともなくて、はい、あれなんですけど、はい、まあ、世界の麺って、はい、いろんな麺類ってあると思うんですけど、はいはいはい、まあ、パスタが世界中に一番広がってると思うので、はい、でその中心地どこってやっぱイタリアだと思うので、なるほど、まあ、イタリアにラーメン持ってって、はい、そこに殴り込みをかけると、はい、おいっすね、それが最後の、やっぱ海外展開大事ですよね。いや本当にそう思います僕も。やっぱり今これだけ日本が弱くなってきちゃってて、これからやっぱ僕食文化って日本が輸出できる産業の一つだと思ってるんですよ。間違いないですね、なんでこの日本がこう輸出できる産業の一つを海外にどんどん出してって外貨を稼いで、それを日本にその外貨を持って帰ってきて、もう一回日本を元気にするっていうね、最高それを我々飲食業の一人一人がみんなで頑張ってやってできたら、はい、なんか飲食業の地位も向上するっていうかね、はい、なんか、うん、ここまで明確な、うん、このプランをちゃんと立てられてる方って、うんうん、なかなかいないですよね。いや、俺はこっちよりだから、うん、あ、そうだね、お前と一緒に、ちょっとお前と一緒にされると自分ちょっとそれは違う。自分、10分後にコーヒー飲みます。計画しますね。そうだな。いや、でも素晴らしいっすね。俺もちょっと頑張らないと思って、はい、はい、何を？いやいや、事業をこれから成長させていこうって、はい、外でやって、やっぱ外貨を稼いで、日本にそれを持って帰ってきて、はい、日本をもう一回元気にプロジェクトですよ。最高っすね。うん、そう、やっぱり今沈んじゃってるじゃん。円安でお前大変なことですよね、電気代とかガス代とか。そうですね、いやでもいいね、この日本をもう一度元気にプロジェクトを、いいですね、この我々の飲食業界でも始めていく、辻田発信で、ね、そうですね。だから僕が言うのも生意気ですけど、その社長がこれから本当にアメリカとかイタリアとかやろうと思われるんだったら、はい、アメリカとかそれこそ LA、ニューヨーク、イタリア回って、はい、もうずっと遊び続けた方がいいです。ああ、なるほどね、勉強が、うん、それで分かるんで、大体肌感で、うん、ということで、もし本当におやりになるときは、はい、ぜひあのお声掛けいただければと思います。ぜひお願いします、はいはい、で、なんかそういう方いらっしゃったらぜひあのインスタの DM に DM いただければと思います。すぐ辻さんが行きます。はい、はい、いや、それは分からない。気分です。はい、ちょっとこのプライベートです。あ、ぜひぜひ、はい、いや、でも今日は本当に美味しいラーメン食べさせていただいて、はい、ありがとうございました。とんでもないです、ありがとうございます、はい、これからもお互いに頑張りましょう、はい、みんなでね、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。